新発売となったキングストンワイドライブワイヤレスのポータブルストレージ機能のほか、iPhone、iPad、iPod Touch のコンテンツ共有機能をご愛用のデバイスに追加できます。付属のケーブルをワイドライブとコンピューターのポートに接続するだけ。お気に入りのコンテンツの転送もドラッグ&ドロップするだけ。独自のフォルダーを作成して音楽、ビデオ、写真、ファイルを自由に編成可能。アップストアから今すぐ無料ワイドライブアプリをダウンロードしよう。まず電源を入れます。設定、Wi-Fi、キングストンワイドライブの順に選択して接続します。次にワイドライブアプリケーションを開きます。ワイドライブの設定はこれで終了です。ワイドライブを使えば iPhone、iPad または iPod Touch を最高 32GB まで拡張できます。9メートル以内であれば3人のユーザーが各自のデバイスを使ってファイル、音楽、写真やビデオにワイヤレスアクセスできます。エイミーはヨーロッパ旅行の写真を友達に見せています。友達は独自のペースで誰にも邪魔されずに写真を見ることができます。 DJ のジョーは自作の最新リミックスを友達と共有しています。ワイドライブがあれば友達は独自のデバイスで音楽を楽しめます。マークは週末に撮ったパーティーのビデオを共有しています。キングストンワイドライブを使って全てワイヤレスで同時に共有できます。お気に入りのコンテンツを保存して大切な人と共有しましょう。キングストンワイドライブ。